三影堂三影堂は、静岡県富士宮市、大石寺にある道具で、高泉流布までの間の本堂とされる建物である。1632年、境内院伝の寄進により建立され、大石寺では現存する最古の建造物となる。本門階段第ご本尊が安置されていた時期があったが、建立から50年ほど経って、現在安置されている。常住藩本尊が安置されている。 ご宮殿の中、本尊の前に、日蓮等信大の御映像が安置されている。内部は、歌舞伎座を模して作られており、中央部奥の趣味岩の上にご宮殿があり、内陣後部中央に、保守の大同史跡、大同史跡の左手に、陰尊の陰居石がある。内陣の後方から、左右両側にかけて外陣が設けられている。柱には、金箔が施され、内壁や欄間などは、 芸術的価値が高いと言われている。昭和41年、静岡県の有形文化財に指定されている。三影堂では、周祖御大会や毎月のご法恩御護をはじめ、日蓮の自責に関する法要が営まれる。平成18年11月28日、修復工事着工法要が取り行われ、約7年をかけて修復工事が行われる。本尊は法殿に座され、 修復工事完了まで法案殿が仮御堂として使われる。平成25年秋に修復工事が完了し、11月15日に本尊を潜座、19日に記念大法要を捧ぐおさむ、5大会を挟み12月20日まで記念大法要が取り行われた。静岡県ホームページ、ありがとうございます。